マーシーです。やすけです。はい、本日は今日はキャンプに来てます。お花見キャンプでございます。ギリギリっていうか今満開でございます、はい、で今日はオットサヤコチャンネルコラボってか、まあ一緒にデイキャンプをしようということで青根キャンプ場に来てます。相模原で、相模原やったかな、相模原神奈川、うん、に来ております。でですね、今日はお互いで料理を用意し合って一緒に食べようということになってるんで、テント設営して料理の用意をしていこうと思います。料理は言うとく、料理言うとく、串カツと焼き鳥と土鍋ご飯です、はい、はい、豪華になっております。4人プラスベビちゃんがおるので、ベビちゃんは食べないけど、うん、パーティーっぽくお花見キャンプをしたいと思います。楽しみ楽しみ。パーティーですね、パーティーですね。昨日まで土砂降りやったんですけど、あ、そうなんとか天気は晴れて、天気はもう今日楽しみにしてた。もう最高な気温になってるんで、まあ、ゆっくりやっていきましょうか。ゆっくりやっていきましょうか。桜ということで、いつもピンクばっかりやけど、ピンクのマスクとピンクの服でまたゆいさんピンクばっかりやって言われるわ。今日はね、桃色組でいきたいと思います。あ、来たんちゃうか。来ました、来た来た、ちょうど来たので、はい、していきたいと思います。はい、楽しんでいきます。楽しみます。 Every time that my mind slip I just see my past life Having dreams in a dream I wonder Why I carried on with the things that made you lose your mindThere's no way I can undo what I've done. Can we be strangers against our fresh like a morning? 水を買い忘れたので買いに行ってきました。帰ってきたら、じゃん。設営がほぼほぼ完成に近づいてきてます。いい感じ。うん。There's no hope for me. I fell down the bottom.So I fell down way deep But if I can't have the real you Then let me make a 3D print はい、こちらはどちらでしょうか。青根キャンプ場です。ありがとうございます。完成しました。いい感じやな。こちらはい、宴会スタイルです。宴会スタイルです。木漏れ日が、桜の木漏れ日やな。あちらではお菓子の使い分けをさやこが来てくれてます。キッチンスペース、オットサヤコチャンネルの私物です。私物棚、これいいな。顔いい感じ。顔素敵。これあのスノーピークの、あ、そう、さくらさんにもらったやつ、うん、で、ここに並べていくかなって感じ。感じです。で、今日リッツの提供をいただいてて、早速今からいきなり料理作るのもなんだって小腹が空いたので、サクッと食べようと思います。このリッツチョコサンドと普通のリッツと開けていい、うん、ブラックペッパーと3つ用意。お、すげえ。何これ、すごい。並べていい、うん、並べよう。すごい、それブラックペッパーじゃって、いいじゃん。ちょっと待ってよ。わーわー、手前からプレーンとブラックペッパーとチョコです。じゃあシンプルにいただこう。シンプルなプレーン、うまい。何個でもいける。慣れ親しんだ味やんな。実家におった時めっちゃ辛かった、うん、あった、おいしい。これ食べたことある？ない。ブラックペッパー、いただきます。いただこう。ブラックペ、うんうんうん、あ、全然ちゃうな、うん、うまっ。甘いというより何やろな、パテって感じ、うんうん、めっちゃ濃い、おいしい、うん、これね、なんかのっけても美味しそうやな。うん、チーズとかな、うん、挟んで食べたら美味しい。今日作る料理はこのブラックペッパーにアボカドディップするっていうのも作ろうと思います。ラストチョコ、初めて食べてくれ。俺も初めて。普通以外は初めて。うんうん、デザートやな。もううまっ、最高ですね。美味しいやつや。ここで食うとまたうまいな。ほんで今日はあったかいし、ちょっと風はありますけど、桜見ながらリッツ食べていい感じですね。で、オリジナル料理、アレンジ料理っていうのかな、と後でしたいと思います。2品用意して、他にも普通にご飯を持ってきてるんで、それの用意をして、で
パーティーしようと思います。はい、おいしい、おいしい、ブラックペッパーいただいてます。これめっちゃ当てになる。同じパクってるやん。しっかり聞いて、確かに絶対当てやんと思って。チーズとめっちゃ合いそう。同じ感じ、これ言ってる。昨日の夜、仕込んできました。焼き鳥か、これは。うん、焼き鳥たちです。並べていこう。はい、お、こんなところにこいつがおる、かわいい。ですね、これは冷えても美味しいからね。うん、ちょっとしたあてとしてこいつを買います。作り方はトマトを1センチぐらいに切って、クリームチーズも同じぐらいに切って、パセリ入れて、オリーブオイル、塩コショウ、ほんまニンニクとか入れたら美味しいんやけど、明日があるので。はい、 OK です。はい、アルミホイルでお皿を作るのやって。ほんで、はい、で、アボカド切ってください。縦お、いいやん。で、こうね、うん、で、そこに卵を落とします。いいやん、いいやん。カン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 、ついた。めっちゃ覗いちゃう、めっちゃ覗いちゃう。まだ、まだまだやね、まだやね。卵がこれさ、このあったかい。あったかい。いいね。アークもあるで。でも大丈夫。大丈夫。あ、おはよう。おふー。わー。おいしそう。うまそう。When we wake, hear the birds and see the sun. 完成しました。いただきます。いただきます。ディップする瞬間を撮ろう。いきます。デリシャス。うわ。やばい、美味しそう。え、アボカドもつるんっていける？あ、いけるわ。お、いける。いや、いく。美味しそう。いただきます。はい、美味しい。嘘。嘘。いただきます。え、美味しいな。ブラックペッパーリッツで食べてんだけど、めっちゃうまいな。これは僕が考案したというか、今回用意したレシピです。めちゃくちゃうまい。いろんなことに使えるやん、リッツ。せっかくのアウトドアシーズンなんで、ぜひ皆さんも家でもな、うん、普通にな、食べても美味しいんやけど、こういう時に持ってきて、ちょっとなんかと一緒に。まあベタなのはさ、やっぱ焚き火でマシュマロさしてサンドするのが一番ベタなんやろうけど、こういうおかずにしてしまうと、うん、より美味しく楽しめるな。いろいろおつまみ的なので使ったりして、はい、子供らも喜びそうやん。いろいろできるやろし、チョコバナナとか、ああいうの考えてたんやけどな、デザート系ね。うん、確かに。つまみながら食べていきたいと思います。はい、あと動画の概要欄にあの URL、リッツの URL も貼ってますので、はい、ぜひそちらの方もチェックしてもらえたらと思います。皆さんもキャンプでリッツしましょう。リッツしましょう。はい、止まらなくなります、食べ出したら。最高です。残りも食べて楽しんでいきたいと思います。はい、うまい。美味しい。美味しいです。乾杯。いいね。さあ、ここはうまい。ちょ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 、いるっしょ、いるっしょ。一回そのまま行ってみ。これをパチ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 。おお、いいね、いいね、いいね。すごい。ちょっとめっちゃいい。ちょっと行ってみますね。食べよう、食べよう。まーす。普通に美味しい。普通に美味しい。普通が一番いいよね。めちゃくちゃ美味しい。いただきます。
いいね。うまい。あ、濃い。美味しい。食べよう。いただきます。そうよ。うん、ま、ガチモードじゃないこれ。ガチモード。ガチの串カツ。やばい。絶対うまい。オープン。わあ、美味しい。ここからトッピングしていきます。はい。めっちゃやばいやん。いきます。混ぜます。はい。お願いします。すごい。くう。油めっちゃ乗ってたサーモンやから。やばいなこれ。お焦げもめっちゃ出てくるわ。あの百均なんで。めっちゃいいやん。わいいやん。やば。わめっちゃいいやん。美味しい。最高。やば。焦げがやばいね。めっちゃうまい。見せよ。見せ超えた。見せ。うまい。ありがとう。また。はい。ということで、今日のキャンプは終わり。終わりになります。楽しかったな。楽しかったな。いっぱい食べて、いっぱいお話しして、桜を見て楽しかったです。やっぱまだな、日が沈んだり曇りになると寒かったりするけど、テントの中は暖かかった。日の暖かみで。うん、良かったです。寝てた。で来月ね、泊まりで行けたらいいなっていうような話もしてたんで。楽しみにね。過ごしていこうと思います、はい、今日紹介させていただいたリッツは概要欄に URL 貼ってますんで、うん、ぜひ見てください。では今日はこんなところでよろしいですか、はい、今日は大満足、お花見キャンプができたのでよく寝れそうです。じゃあ気をつけて帰りましょう、はい、ではバイバーイ。